はーいよし OK だねはーい全然 u ストリームもうゆかりのメインだし <laughs> すげえツイキャスだそうでもないけど。 はいいいそういうわけでお待たせいたたせししました、えー、毎週金曜日、ゴールデン曜日のゴールデンタイム午後8時からは、えー、ゆかりろう姉さんとアニマクールジャパン沖縄です。えー、全然悪なんとあってカンペないですからね、この番組ね <laughs>、えー。そういうわけでこの番組のスポンサーは、えー、いません。<laughs> <laughs> 募集中です、えーいや募集し。募集してない。募集してないんです。あのー、実はね、はい、この番組ね、あの、先に設定を言っちゃうと。うん、あの、実は提言番組って言ってね、あのー、国だとか、県だとか、市町村に。はい、えー、もも文、句を言うための番組なんです。この番組、提言番組って。<laughs> あの、よくテレビとかでもあるでしょあの、政治家呼んで。 政治家になんか物言わせたりとか。あ,ありますね。それが政治に反映されたりとかするでしょう。はい、これ、このラジオ、そういう番組なんです。あはい、か活にスポンサーを表面切ってつけちゃうと。はい、スポンサーの意向に反したことが言えなくなっちゃうから。ああ、そうですね。じゃ、なしで。<laughs> なしで。<laughs> なしでじゃなく。てこっそり陰では募集してます。<laughs> はい。 えー、そういうわけでね始まり、えー、毎週金曜日の、ね、午後8時 FM ノ園は、えー「クールジャパン沖縄ね」ね、はいえー、私とそれからゆかりのお姉さん。 お、ねはい、お届けいたし,いしております、えー、私、アニマー兄貴は今年五53歳の、えー、現役のコスプレイヤーでございまして、ね、沖縄国際コスプレ祭のプロデューサーですとか沖縄国際映画祭の、ね、プロデュースとかいろいろやらせていただいています、えー、ゆ,かりゆかりろです、キーボードボーカルとしてです、ね、ライブハウスジャンバラやライブハウスセブンスヘブンゴダなどで、えー、演奏したり歌ったりのお仕事をしております。 それだけ。はい。俺年齢言ったよ。あ、わかった、分かった。ゆか<あ>、えゆかりさんご紹介いたしますと、はい、ゆかりろさん。十四歳,歳。<laughs> <laughs> 怪しいこれ <laughs> ね<え>そういうわけでね、この番組は、えー、ネットの方では、ね、ツイキャスとかユーストリームの方でもね、ご覧いただけます。またサイマルラジオの方では音楽の方もお楽しみいただけます。えー、もちろんね、地上波の方でね、えー、聞くこともできるのでね、そちらの方でもね、えー、ぜひお聴きください。またね、えー、メッセージを募集しています。メッセージのメールでいただくとね、来週読むことになっちゃうんでね、30分間に短いんでね、ごめんなさいです。来週になっちゃいます。えー、そうですねあのメールはね 7 9 7 f m g n o 1 c o m 7 9 7 f m g ン o ットコム、こちらのほうにメールいただければ来週なんかにでも、ね、読ませていただきます。前にはね、すごい、ね、長文のね、400字目原稿用紙でね、10枚ぐらいのメールもらったことがあってね、すごいねちょっと番組批判。 ななのかなとかと思ったんだけどよく読んでみるとちょっとすごい真面目に、ね、書いてあるやつだったんで、はい、番組一枠使って紹介したんですけれども<ー>それからねツイキャスの方で、えー、ツイキャスの方ではね動画、それから音声でお楽しみいただけます。こちらの方でねメッセージいただけるとね、えー、即座にねリアルタイムで読むことができますのでね後でね、はい、まとめて読みますのでよろしくお願いします。はい、それわけでゆかりろさんの方はこと、はいえー、の予定は今年の予定んうん そうですね12月16日にあるゆかりの面々バンドのアニソンライブがある、うん、何時からどこでこれがまだね詳しいこと決まってないので <laughs> とりあえず決まってるんだけど言いたくないあのいやまだまだ本当にざっくりなんですよねだから、うん、ちょっともうちょっと決まってからねかなみたいなあと他の予定は他の予定あそうだ今月東京行くや うん、東京に行きますよ。11月26日、えー、ゆかり路面面オフ会があります。秋葉原であります。それはそれはゆかり路面面オフ会で飲むだけ飲むだけです。<laughs> ライブとかないの？<laughs> えっとですね。これはですね。 まあ基本の見会なんで、うん、まあ気になる方はゆかりろのツイッター、まあ、ツイッターでね、カタカナでゆかりろって検索してください、ツイッターで DM とかいただけると、詳しい情報を流しますんでね。 はい、はい、ね、よろししくお願いします、えー、自己宣伝、もっともっとよろしくお願いしますね。はい <laughs> えー、どんどん出しゃばってくれてしゃべってくれないとね僕のね、えー、俺のマシンガントークだけでこの番組終わってしまいますので <laughs>、はいえー、ゆかりうさんへの、ね、応援のメッセージはねツイッターのほうでツイキャスの方でどん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 ん送ってください。あの、はい、俺へのメッセージは FM 技能宛てに現金書き留めて、ね、現金同封の絵を送っていただけるととってもありがたいと思います。<laughs> えー、よろししくお願いまますすねねビール代に消えます、ね <laughs> 俺ビール飲めないんで痛風だから発泡酒しか飲めないあ発泡酒代に消えます発泡酒っとでもね、うん、実は普段は島酒なんだよね、はい、ああそうなんですね残ンクばっかり飲んでるえ。ンクロ推し残ンクなんでかっていうとね残ンシとかね蔵とかね、うんうん、飲みやすくてね、うん、750だいたいで30分か40分で一本入れちゃうから、うん、ああ 厳しいんでね,でね体にちょっと厳しくなるんで、うん、そんな感じにしてますそういうわけでね今日はねあの今日のテーマは「えー、ゆかりり姉さんに聞くクールジャパン、はい」というタイトルなんですけれども、はいえー、この番組ねクールジャパンをねあのこの番組は、えー、私アニマ兄貴とそれからゆかりり姉さんがクールジャパン沖縄が日本一のクールジャパンの、ね、都市になるようにということでねあのやってる番組なんですけれども実を言うと そののクールジャパンの、ね、定義を、ね、僕は、ねえー、ゆかりおさんにまだお話してないんですよ、わざと番組の中で、ね、<laughs> あの3回ぐらいに分けて聞こうかと思って、うん、わざと、ね、教えてないんですよ、実をうううとそそででしょそうですね実は飲んだりとかしてるんだけど <laughs>、うん、その時に「クールジャパン」って何なのって話してないでしょしてで、ね、わざと。うん、何もしてないです、す、うん、であのゆかりおにとって、はい、クールジャパンってどんな,どんなものだと思う 最初はね、うん、涼しい日本なんだとずっと思ってて、あの、何、あのスーツをなくそうとか、かりゆしウエアにするぞみたいな意気込みがクールジャパンだと思ってたんですよそれ、あの鳩山総理とかが来て、元総理とかが来てたあの、半袖の背広とか <laughs> そうそうそうそ、うそ,う <laughs> それ違うクー、それクールビズ、それクールビズだから、それクールジャパンじゃなくてクールビズ、うん、クールビズはクールジャパンじゃなくて。 プアジャパンだから <laughs> それだと思ってたらどっちかというとなんか日本の,このポップカルチャーが今世界的に有名,有名というか、ね、注目されているというか、うん、ファッションだったり、まあ、音楽とか,なんかこの、ね、アニメとか、ねうん、これがそういうことかなみたいな。 と思ってる人は多いんだよね。っていうふうにしか思ってないんですけど、ねああ。普通そうなんですよ。うんはい、ところがね、この番組をね、聞いてる人はね、よくわかるんですけど、例えば、クールジャパンの沖縄。はい、まあ、クール沖縄とか、うん、クールジャパン沖縄っていうもので。例えば、代表的なもの。そうね、要するに、沖縄のクールジャパンって、うん、何があると思いますか。ええー、沖縄のクールジャパン、うん、首里城。えー、な,んでな,んでなんで、なんで、なんで。首里城、なんか、ほら、沖縄って感じ。うん、だって、あれ、沖縄のもんじゃないよ。 そ,そうでしたあれ国のもんだよ <laughs> あーそうかそういうことね <laughs> なんかほらやっぱ、うん、うんちょっと修理場ってほら、うんね、海外の人も好きそうだからお金取るよでもうんニュージーランド取るよ取る、うん 違違ううんんだだねねこれが例えばクールジャパン沖縄の代表的なものっていうと例えば街を歩いてる時に例えば赤瓦の屋根の家があるとか昔ながらのねそれから米軍住宅があるとかそれから石岩島これがクールジャパン沖縄です。なるほどつまりその場所に行かないとその文化に出会えないでしょ。そうですねこの文化 でその場所にだから京都は町並み自体が全部クールジャパン京都ってことでクール京都ってことで町全体で要するにクールジャパントックってことで京都市はねあの特ッ宣言してやってるんですけどもあれは町並み京都の町並みだとかあのお寺だとか寺社仏閣が京都に行かないとないから。 そうですねだから実を言うとクールジャパンっていう名前は付けてないんだけれどもクールジャパンつまりそこに行かないとその文化に味文化を味わうことができないしかもそれをお金を払わずに味わえるだからそこに逆に行くうん、うん、行かないと味わえない味わえないこれで一番成功してるのは実は日本では鎌倉市とかおうおうそれから千葉の何、えー、だっけ えー、ガルパンパンさんの街ってなんだよ、ねね、<laughs> まあそんなそんなのがあってねそういうのがクールジャパンだったりとかするわけです、うん、だからあのもちろんねあのアニメとかそういったものももちろんクールジャパンだし、はいうん、アニメあ、ね、漫画だとかねアニメーション、ね、日本の、ね、ジャパニメーション ねまあ、向こうからするとクールジャパンなんですけどねか海外からするとクールジャパンなんですけれども、はい、クールジャパンで沖縄っていうことに限定されると例えば沖縄のアイドルってのもちょょっと独特でしょそうですね。ねダンサーとかアイドルだとか、はい、アイドルシーンなんか全然そうでしょ、うんあのー、例えば関東だとか大阪に比べて例えば地下アイドルっていっぱいいるよね向こう。 確かに人数いっぱいいるよね、はい、でも人口の比率で考えてよ <laughs> 沖縄めったくそごくないね, <laughs>、うん、ねそうだね <laughs> そうですね、うん、だからそういう文化、うんうんね、沖縄これだけだって人口が内地の、ね、大都市に比べて少ないのに地下アイドルだとか、うん、っていうかロコドルね、はい、ロコドルがいるっていうのは本当にだから沖縄独特でだから東京沖縄で活動して沖縄から発信して ね、あの海外にも成功してるってのいっぱいいるでしょ、はい、例えばリンケンバンドとかあんまり名前出したくないんだけど個人的に木梨昂吉さんとか <laughs>、ね、沖縄にいるけど、うん、活躍の場所は世界だし、うんはい、日本国全体でしょ、ね、だからあれがクールジャパン沖縄なんですよ。なななるるほどねなんかわかわような気がしてきまし,たしかも沖縄に来てくれれば、はいね、リンケンさんもライブハウスやってて、はい、木梨昂吉さんもライブハウスやってて、はいね、沖縄の民謡ではないよね。はい あれはチャンプル音楽だよね。そうですね,ね。ポップスと沖縄と融合した。うん、まあそんな感じなんですけどもゆかりおさんそれで他にもねクールジャパンあのなんであのクールジャパン沖縄をねあのーはい、進めようとアニマアニキさんは考えたと思いますかちょっとなんかなんかちぐはぐになっちゃったけど今んなんだろういやそういうわけだよねなそれ考えた間に C.M. 行きたいと思いう CM <laughs> <laughs> とだっったんですねちょっと考えといてよ CM 明けあのクールジャパンについてダラダラ喋ってもらうから、はい、あのクールジャパンだからクールジャパンなんクールジャパン都市ってさっき言ったでしょ京都がクールジャパン都市でクールジャパントック、うん、沖縄をクールジャパントックにするってどういうことなのかなっていう聞きますから あの黙られると、俺、あの間髪入れずに、俺すっごい見れなくなる、なんだきゃいけないから、ね。間髪入れずに、喋ってください。オッケーです。だらだらと。<laughs> <laughs> やっぱ冷やした日本ですって <laughs>、来てるね <laughs>。冷やしたり、かっこいいのクールなんだよね,ね,だからね。はい、始まります。 はいいそういうわけで、えー、クールジャパン沖縄ゆかりろうねさん谷間兄貴のクルールジャパン沖縄後半になります、えー、そういうわけでね、はい、CM 明け後半なんですけれども、えー、さっきねゆかりろうねさんに聞いたんだけど、はい、ゆかりろうに聞いたんだけど、うんえー、クールジャパン沖縄をクールジャパン都市にするっていうのは、はい、ど,うどうやったらどうしたらいいかなとかどういうなんかイメージがあるか適当にその辺ちょっと喋ってもらいたい。 そうですね、うん、私がちょっと関わってるちょっとというかまあだいぶ関わってることといえばやっぱ、うん、沖縄だとやっぱ沖縄ロックというジャンルがあると思うので、うん、ちょっとやっぱ要は何ですかねあのゲート通りの感じ、うん、とかどうですかねゲート通りの感じ、うん、沖縄っぽくないですかこのなんかこのミックスされた雰囲気が このた建,建物はちょっともう古いからね <laughs>、保存は難しいんですけど <laughs>、うん、なんかこの、やっぱ外人さんとこのうちのあんちチのミックスみたいな感じなあの人の歩いてないアーケード街とか、<laughs> ちょっとあれ、今ね、ちょっとね外人さんがね出れんかったりとか、いろいろ問題ありますけど、うん、うん、ああいう感じもやっぱね、そういう、日本と沖縄とアメリカがくっついてるチャンプルー文化っていうのも。 まあ、沖縄の、うんうん、クールジャパン沖縄ではあるわな、うんうん、でもあの具体的にさだから、はい、例えばクーここをクー,ルジャクールジャパン都市にするためにはどうしたらいいっていうみんな赤瓦にする <laughs> <laughs> でもそれ新しく作ったものだから、うん、過去の文化じゃないでしょじゃあ何みんな石眼灯をつける <laughs> そそそれそれそれ結構あるよね <laughs> ね<え>でもあのやっぱり道の突き当たりとか、うん、T 字路じゃないところに、うん、あのたまにつけてる人いるでしょ。い <laughs> いるいるなんでそこに石岩島ついてるのか <laughs> その石岩島ってさそれ石岩島のね石岩島ってあるんですよ沖縄にねあの石にあえて当たるって漢字で三文字で書いて石岩島って読むんだけどこれに悪魔がね悪魔って道曲がりきれないんですよ <laughs>。<laughs> だから、ね、沖縄ってわざと曲がり道とか突き当たりとか T 字路を作るんだけどこの石岩灯があるとその悪魔が道を曲がりきれずにそこに当たって、えー、悪魔が死んじゃうんだよね滅びちゃうんだよね消えちゃうのよでそうすると家の中に入ってこないとそういうわけで T 字路とか道の突き当たりに石岩灯ってのあるはずなんだけれども、はい、なにどうしてここにあるのかなってところがあ,るよ、ね、<laughs> ありますよね それもなんかさ石岩島ってやっぱ石に石岩島って書かれてるイメージだと思うんですけど、うん、本当にさなんか段ボールみたいなのにさ石岩島って書いてあるやつとかさ結構ある一番多いのが実はあれだよね、はい、セメントかコンクリートか漆喰にさ石岩島って書いてあるやつが多いよねやたらにねあれだから石岩だかからら石ね。 あのクールジャパン沖縄っていうのは実はね、うん、あの街をゆっくり見てもらいたいっていうのがまず街を,街を、ね、見てもらう、ね、ゆかりのも今街を見てもらいたいわけでしょ、はい、一番街とかゲー,ト前、ね、ゲート通りだとか、はい、ところがじゃあそこに至るまでのところ、はい、例えばあの辺だったら駐車場有料駐車場に車止めました、はい、ゲート通り見ました、はい、他の街見て帰る周りの。うん 店街とか行か行ないでしょで、ねはい、一番街の中ぐるぐる回って帰るなんていうのも人も観光客にはいないよね。少なくとも音市場と <laughs> ゲート通りと、うん、もうあとはもうだって地元の人だったら三重とか行くかもしれないけども <laughs> それ以外の人はみんな裏通りとか遠い行かなくってやっぱりちょっと怖い感じがある、うん、あるじゃないやっぱり、ね、イメージ的にも。初めて行った人はねあの 本当ねなんかちょっと怖いお兄さんがうろうろしてちょっと夜行くと怖い街だなってイメージもあったりとかするんだけど、うん、これこううあえてて歩いてもらうんです、うん、で今ね僕は那覇のホテルとかと協力して、はい、那覇のホテルと沖縄県内のいろんなホテルと共同してあの一つはねあのそういう街の歩き方の指南、うん 指南要するに街の歩き方こんな風にね街を歩けばいいよっていうね、えー、パンフレットっていうかチラシをね今作ろうとして、はい、今いろいろやってるんですなるほどでそうすると例えば石岩島はこんなところにあるはずです、はい、で見方があると、うん、例えばホテルにそんな紙があったら、うん、ホテルの周り歩かないそうですねどこにあるかな そう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 、うん、ところが、そういうのがないから、みんなホテル那覇のホテルに泊まってるのに。うん、レンタカーでチラ美水族館行って終わりだよね。そうですね。で、その間、途中に、例えば、あの、わかりやすいから、女の道の駅ぐらいは泊まるけど。うん、それ以外のとこ、泊まったりする、みんな。しないですよね。あれもだって、女の道の駅も、レンタカーあんまり泊まってないでしょ、実は。<laughs> そうですね。地元の人なんだよね、ねみんなね。そうだからね。うん そうだからそういうのをもっと見方街をだから国際通りと市場通りぐらいだけでしょ人が歩いてるそうじゃないところも歩かせたいわけなるほどじゃあさアプリ作っちゃおうアプリそうするとそのアプリで見ただけで終わっちゃうよねこのなんていうのこのポケモン GO みたいなやつで「石岩 GO」石岩 GO どうですか石 この何、うん、石岩島が全部ポケストップみたいな <laughs> そこ行くとなんかシーサー出てくるよみたいなあのあの実はさ、はい、あのこの近所にポケストップが何箇所かあるんだけど全部シーサーと石岩島なんだけど知らなかったでしょ <laughs> 俺ポケモン GO やってこの辺歩いてるから分かってんの <laughs> あだけど宜野湾市ってほら結構さ <laughs>、うん、なんかあのほらななんで羽衣伝説とかのあれで、うん、なんかありますよねそういうね、うん ポケストップになりってな,な,、ね、な,なってるなってなってる、ね、なってるもん、うん、なってるでもねあれもね結局ね沖縄の場合、うん、あの実際にね僕はあの「ポケモン GO」がベータ版から、うん、要するに、まあ、正式バージョンになった時から、はい、その前のねベー,タベータテストテスター バンガやってたの実は<ー>でそれでまあ、あのー、こんなところに「ポケストップ」があるとか思ってたんだけれども、うん、沖縄の場合やっぱり最悪最低でも自転車、うん、であとはもう車、うん、で移動して「ポケモン GO」やってる人はほとんどなんだよね。 ね、歩いてやるる人ががいいいないんだだよ、ね、間が行き過ぎててかから、うん、だから歩いてできるとこっていうと、瀬長島とか<ー>で、ポケモン GO で、だから今ね、みんなやってるの、一生懸命やってるの、長島かアラハビーチなんだけど、あそこは歩いて、うん、あとそれから、えー、100歩譲って、昨日1だったらサンセットビーチ、ジャニートロピカルビーチ、あそこもね、10か所ぐらいポケストップがあってね、こうみんな歩いてるんだけどね、うんまあ、そんな感じで、こういうのがね、実はクールジャパン、沖縄なんですよ。 なるほど、うん、だから例えば、AS、A さんねあの沖縄市はねだからそういう部分でいうと実はちゃんと頑張ってるクールジャパン沖縄頑張ってる一つ頑張ってることがある何かっていうと音市場に行って正面の玄関の入り口の向かって左側にでっかいポスターみたいのがあるんだけど気がついてます、はいはい、正面ののの左側ポポスター、うん、ポスタターーみたいいでっか看看板看板が 街そうそうそうそこに何か書いてあるでしょう何か書いてあるエイサーの街コ田その下,の下に何か書いてあるその下うんえー、<laughs> 分かんない <laughs> 毎月エイサーのイベントがあるあそうなんですねそうだから毎月あるからその日に合わせて沖縄市に来てくれればエイサーが見れますよっていうのを売りにしてるわけ<ー>だからエイサーの街沖縄なるほど、ね、だからエイサーは沖縄のねだから俺なんかはんか逆に今度は 例えばエーサーは怒りのも,もちろん見たことあるよね。あります。エーサーにこう寄付したことあるお金。あの家族でやったことありますね。うん、そしたら<の>なんなんか起きたでしょ。何が起きた？イエーイみたいな。ん？ん <laughs> お盆の時にあのやるやつだよね。うんうん、そしたら何が起きた？うん。7月エーサーにね。はい。お金出す寄付すると。イエーイみたいな感じが起きたよ。イエーってだからどんな風にイエーなの？ 踊ってくれたりとか、ね。違う <laughs> 違う違う。名前呼ばれるでしょ。名前、うん、名前。名前,名前呼ばれて。はいはい、うん、あるね。うん。うん、なん俺だったらね、い三丁目の、うん、アニマニッさんイェーイどん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 ってやるんだけど、はい、でもそれだけじゃないよね。もう一つあるんだけど。なんだっけ。そうあのソシ <laughs> もらえるでしょソシナ。例えば。 ねあの宜野湾だったら各,、うん、各地区のエーサーの伊佐だったら伊佐青年団青年会エーサー隊<へ>エーサーとか,青年会エーサーとかそのエーサーの隊の名前の入ってるタオルあタオルねタオルとかね,ね沖縄市もそうだよねタオルかそれともなかったらね値段によってはなんかなんか別,別のものもらえるらしいんだけどね、うん、なんか鉢巻きみたいな鉢巻きじゃねえや、うん、<laughs> なんだっけあのポストカードみたいなもらえたりとか、うん、これ内地の人知ってる 知らないでしょそうだねこういうのをそういう時期に来てもらってやっぱり味わってもらうのがクールジャパン沖縄なんです、うん、そうだね考えてみたら、うん、ほら沖縄ってさ、うん、なんかやるとすぐタオルもらえるじゃん、うん、いろんな会社のタオルお家にあるよね <laughs> <laughs> 結構あの学校でさほら今だとみんな雑巾って作らないと思うんですけど。うん あの昔ってほらねお母さんがね小学校の時ね雑巾作ってくれたりとかね、うん、結構いろんな会社の名前入ったね雑巾がね <laughs> 学校に並ぶわけで俺雑巾うち不死家庭だったから雑巾ね脳にもさ、はい、あの全部タオルは子供と俺で使ってたからね、うん、あの100均で3枚買ってきてね1枚は家でもあ2枚は学校に持たせて1枚は家で使ったわ <laughs> <laughs> あの3枚100円のやつえそういうわけでねもうちょっと時間なんですその前にね ツイキャスのでメッセージいくつかいただきましたんでね、はい、ーあのゆかりろお姉さんに読んでいただきまして夜逃げドローンさん、ゆかりろお姉さん、のんべえライブを東京で開催ですかということなんですけれども違います、今回は、ね、ライブはやらないんですけど、えー、オフ会です、飲み会です、ゆかりろ主催の飲み会、東京でやるよってことですね。たぶんね、あのはい、でも集まった連中が歌って歌ってって歌うでしょう。 カラオケであの1次会飲み会2次、うん、会カラオケ飲み会でそれで終電の時にちょっと考えてじゃあ始発まで飲むかってなってカラオケで始発まで過ごすっていうのがずるいよゆかりろだっていつもカラオケ行くのに俺のこと呼んでくんねえんだ <laughs> いやいやいや <laughs> 呼びますよ <laughs> <laughs> はいそれから他にも、はい、ゆかりろねえさん兄貴がたじたじになるクールなツッコミお願いします ツッコめてなかったな、ちょっとな。はいあと、さかのぼってね、チャラチャラ AKB ファンさんからね、兄貴ゆかりのねえさん、こんばチーズってことですけれどもね、どうもありがとうございます。というわけで、残り時間、分となりましたあっという間、ちょっと待って、俺、曲用意してたんだけど、今日ね、アクエリアンエボルのオープニングをかける予定だったんですよ。 アクエリアンエエボル見てないアアクリ創生のアクエリアン分かるはははいいいブレスかるうんうんブレス4ってグループ4人組ねこの間ね先月ようやくね次男がね留学から帰ってきてまた4人組に戻ってね秋の井ブレス4にやっと戻ったんだけどあれグルールジャパン沖縄よあなるほど知らない人多いでしょそっかブレス4は宜野湾出身ですからねそうだよねしかもなおかつまだね 沖縄に外戦帰国、外戦帰郷ライブしてないの外戦帰国ライブしてないの<ー>あんだけ売れたのに。一番売れた時になんで呼ばなかったの誰が呼ばなかったのご,ごめん、俺、俺かも <laughs> ちょっと待って、俺かもしんね <laughs> うんお兄ちゃんとは電話で話したことあるんだけどね。お兄ちゃん社長だから。<laughs> じゃ呼んでください。うん来年呼ぶか。呼ぶ呼ぶ。呼ぶか。言いましょう。ございます。もうブレスボーの全財でいいゆかりろ。いいよいいよもうバッチリバッチリバッチリ。ね。そういうわけで残り時間50秒となりました。そういうわけで皆さんね最後までありがとうございます。ゆかりろ姉さんの方からじゃ挨拶よろしくお願いします。お？番組終わ。これ30秒終わるから早く挨拶挨拶。はい今日もありがとうございました。今日もねゆかりろ姉さんとアニマアニの クールジャパン沖縄,沖縄はいそういうわけでねまた来週もお楽しみに来週こそ曲かけるぞオッケーねっそういうわけで、はい、ええちょっと中途半端だなはいそういうわけで最後ねえー、ツイキャスのでねまたねメッセージ頂きました上野さんから鹿児島からのハイサーイってことイねイいさー,いハイサーイ、うん。うん の後がよくは続かないやごめん <laughs> そういうわけでまた来週もお楽しみに、えー、そういうわけでクールジャパン沖縄でしたまた来週まったのー <laughs> はいどうもですみなさんどうもうーほんとにでもさプレスフォスあ 一回だけ沖縄にちょっとだけねちっちゃいライブハウスみたいなところでやったんだけどそれやってないんだよね。ょですういますちょっとずつ生放送の 頑張りますね、やっぱりね。<laughs>